なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろカズカ、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。That is their shots. 名前はラニ。このハワイでまさに神に等しい力を振るブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。始末するだ。こんな小さい子を。ラニって言ったな。こんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。待て。まずはブライスがハワイの裏社会を牛耳ってるって話からだ。説明してもらおうか。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃からすでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。メサ vergiftet oder warum wird er als würde er gleich sterben? いつの話だよ。もう30年前にもなる。だからブライスの支配は少なく見積もっても30年は続いていることになる。奴は当時からあの見た目だった。30年前で？なら今あいつは何歳なんだ。軽く90は超えてそうだな。話が本当なら、とんだ怪物だ。当時の私は、アメリカ本土への進出という野望があった。その手始めに、ここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し、私はハワイにおける新たな中華系マフィアの王となった。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。オーナー。ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身、オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れた、その傲慢な男を、当然突っ返したが、それが間違いだった。は？その後一週間も経たずに、私のもとに小包みが届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は、私のふるさとからだった。段ボールには人間の頭部が入っていた。ふるさとに残した私の母だ。私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかをな。
それ以降、お前はブライスに屈したということか。ああ。だが、当然報復の機会を伺っていた。当然だ。肉親を殺されて黙っているほど私は根性なしではない。だから、私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。だが、さっきの黒服か。お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。洗脳か。ああ、ブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。それはお前たちもさっき見たはずだ。ブライスにとってパレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただものじゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ。それも分からん。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だがブライスから直接命令が下ることなんてめったにない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性、その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから、私たちは従わざるを得ないのだ。はあ、ドワイトのやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から1000万ドルの仕事が来たとしか。オーナーの存在を明かすわけにはいかないからな。やつの必死の嘘にお前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎、意外と役者じゃねえか。それでめったにねえブライスからの命令だから、やつにとってアカネさんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああ、それさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが、考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご大層な肩書きの大人がわけもわからず子供一人を追いかけ回してますってか。きっとアカネさんはこのラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。ああ、そう考えるのが自然だな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。キリュウさん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。Deswegen ist er so wütend. その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。俺も 100% 同感ですよ、キリュウさん。私の息子もバレカナにさらわれてる。
このままにはしない。あ、みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おーい、ワン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって。痛えだろ。もう出てきちゃえよ。楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカラの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな。相手にしてもらえない。でも何しにここへ。病にしてみや頑丈のナイフだ。うちを潰す絶好のチャンス。そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。ウォントを差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。チッ、勝って言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。Oha. Er wird ganz. なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。Waldbrand zu entkommen ist ein bisschen schwieriger. まさか。どうだ、これで明るくなったろ。暖も取れて一石二鳥。くそ、寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん。So findet er uns auf jeden Fall, ne? Das ist nicht gut. Wir haben keine Möglichkeit, da wirklich abzuhauen. Hirote ga hayai! Yokatta. Koko nara hitoiki. Nein. Hora, ita janai.やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしてもここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ本気出さないといよいよ死ぬぜ、キリュウカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。ぶちのめしたるわ。かかってきやがれ。ちっ、あ、なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたんだ。うまく使えるかもしれねえ。あっ、熱い。火に囲まれちゃったみたいね。そう思うなら無事じゃ済まなそうだ。いるぜ。こんなに。寒いよな。
つで温めてる。うわぁ、私の出番ね。Was? Ich hab jetzt einen brennenden Baumstumpf genommen?吸収が早いのよね。あつ、寒いな。ファイチビッティ。大丈夫ですか、キリュウさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら、本当はここに置いてかない。私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む。助けてくれ。そうしてのは山々なんだけどよ、頼みの綱と言ったら。来た、避けろみんな。早く乗れ。よし、警戒してくれ。ほら、たぐって場合じゃねえぞ。運転はお前がやる、ちとせ。はい。金さんたちを誰が守る。ちとせ、車だぜ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キルさん、キルさん。本当にも春日にも逃げられて残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。状況から察するにキリュウさんは
捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのなら、わざわざ GPS の対策はしない。いや、キリュウさんを殺して死体ごと海に捨てたってのは、その場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。だってよ、決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえさ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから、放っておいて任務遂行を急げと。彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが彼は替えのきかない駒です。任務遂行のためにこそ桐生さんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早いな。桐生さんを返してもらいに行く。お前はそう言うだろうけどよ、俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかも桐生さんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。Das wird jetzt Zeit, dass wir Verstärkung bekommen. 階段を上るだけで息が切れますが、お役に立てそうですか。他を当たるよ。よくそれで桐生さんに命令できてたね。Ich weiß jetzt, worauf das hinausläuft. Verstärkung gibt es nämlich jetzt nur noch per Express. Wir müssen unsere Leute von damals in Flugzeug einsteigen lassen und hier rüber fliegen lassen. Ja, Mais Revier ist beim Night Square in der Nähe von Anaconda Center.Na. Aber überstürzen wir nichts. Wenn wir einfach reinstürmen, macht ihr mal uns fertig. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber gehen wir es richtig an. Tommy hat recht. Wir brauchen einen Plan. Wenn wir uns Yamai schnappen wollen, was die anderen wohl denken. Ich weiß ja schon, was wir machen.Theoretisch steckt das Spiel auch schon voller Spoiler, ne? Allein schon das Titelbild steckt voller Spoiler. Ich meine nur... Na gut, nicht das, aber... Dieses Bild da. Da sieht man doch schon, wer alles als Charaktere da... Welche Charaktere noch vorkommen und... Ja, da sind sehr viele alte Bekannte dabei.Nee. Als ich Kirius dann das letzte Mal gesehen habe, hat er Blut gehustet. Wir müssen ihn schleunigst retten. Ich war mir sicher, du würdest mich zurücklassen. Ja. Interpretier da nicht zu viel hinein. Ist eben einfach so gekommen. Danke jedenfalls. Du hast mir das Leben gerettet, Digiban Kasuga. Mag sein, aber Palekana hat immer noch deinen Sohn, oder? Ja.Und ich hole ihn mir zurück. Und danach erwürge ich diese Schlange Bryce. Oh ja. Ja, Mais Revier ist beim Night Square. In der Nähe vom Anaconda Center. Früher war das eine schöne Gegend, aber das war einmal. Kiryu-san gilt als legendärer Yakuza? Der Drache von Dojima? Hanawa-san hat mir alles erzählt. Kaum zu glauben, dass alles so gekommen ist. Naruhodo. Wir verstehen endlich langsam, warum Akane-san die ganze Zeit gejagt wird. Wie wir vor kurzem erfahren haben, geht es eigentlich um das Mädchen, das bei ihr ist. Die Palekana-Sekte lässt örtliche Gangs nach ihnen suchen. Na,
Und wo wir gerade dabei sind, warum sucht die Daidouchi-Fraktion nach ihr? Seid ihr etwa auch hinter Lani her? Ich habe bei den Bossen angefragt, aber bisher aber nichts gehört. Tja, da kannst du lange warten. Du hast garantiert nichts von denen. Hinterher steckten die auch noch mit in der Sache drin, ne? Würde mich nicht wundern. Hinterher hat er so viel Macht, dass er sogar die Daidouji-Fraktion mit beauftragt hat. Da ruft jemand an. Ah. Ja. Ah, unser Geistesblitz vielleicht. Warte mal, die rufen. Das kostet doch voll viel. Warte mal. Die sind auch dort? Wir brauchen die nicht mal einfliegen. お前今どこにいるんだ、カスガ。力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。空港ってハワイの？やっぱり来て、ウフトスキャパン。俺もいるぜ、一番。頼れる親友、ナンバさんだ。なんだよ。どうなってんだ。俺らも仕事なくて暇してたろ。だから初海外で困ってるであろうお前を助けに来てやったってわけだ。ありがてえ。早速二人の助けがいるんだ。大急ぎでな。そう来なくっちゃな。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらからキリュウさんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。援軍が到着だ。これでキリュウさんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなんか。私たちより。俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう。話は後だ。ナイス。いい気分。Aber wir kommen auch wieder nach Japan. Dort werden wir vielleicht die anderen Jobs auch bekommen oder so. Vielleicht holen wir ja noch andere Verstärkungen aus Japan ab. Oder treffen in Japan unsere andere Verstärkung, die wir noch bekommen. Es gibt in diesem Spiel so viele Charaktere, die spielbar sind. Neben Missionen gibt es wahrscheinlich noch keine. Also die da, die können wir aber nicht so wie wir jetzt gerade sind. Obwohl, welches Level habe ich? 29. Ist immer noch zu niedrig. Ich lauf diesmal mal zu Fuß.